おはようございはい、おます。はようございます。あかりではす。い、ネオッサでございます。はい、こっちか。本日も、朝トレロスの間ではございますが、朝鮮ロはい、ス。ロス、皆さんどうですか、朝トレロスの調子は。いろいろね、お便りもいただいてまして、朝トレなロスなんですけど、朝早いでね、ろれつが回っておりません。はい、ね、朝トレロスの期間ではございますが、自主トレをしておりますってことでね。素晴らはしい。い、あ、おはようございます。私してないな。ちょっと後でします。そう、ね、おはようございます。おはようございます。ありがとうごありざいがまとす。うございます。ね、この唐突に始まる、プチネオサトークというか気まぐね、れトークで気ございまます。ぐれでね、はい、朝トレロスの間は気まぐれにありますのでね。で、昨日は、ね、移動中に車からね、元祖だらだらトークをだらだらとお話しました。で、朝はこう、シャキシャキトークでね、まあ5分ぐらいの感じで、今日のメッセージを出そうということでございます。で、今日のお題はね、何と言いましてもね、我々こうね、地球人と言いますか、太陽系の生物はね、やっぱりね、太陽の恵みによって命を与えられ、で、ね、こう、命の源ですよということで、まあ、太陽であったりとかな、そういうふうな、まあ、いわゆるいろいろありますけど、そのあたりをね、ちょっとお話しいたしましょう。ね、フェイスブックでもちょっと上げたんですけど、よくね、NASA とかいうとこ、NASA かどうかわからないんですが、そういう宇宙をこう、観測している人たちが、なんだこれは、ってね、太陽の写真をね、びっくり写真をね、公開されている方がいまして、要はね、こう太陽があるんですけど、そこにこう管がつながって、なんか巨大な、もうサイズからたらね、もう到底地球より大きい、なんか、クラゲのような UFO が太陽とつながって、なんかエネルギーをこうね、出し入れしているような、出し入れなそれはどうかわからないんですけども、の？そういうね、なんかエネルギーの交流をやってるんだ氷ろうね。っていうふうな動画もあるんですよ。で、静止画もあって、それが結構ね、YouTube であるとか、いろんなブログでも上がっています。で、そのね、宇宙船団的解説を行います。はい、で、要はね、そのつながってる、UFO というか、まあ、生命体に近いようなものなんですけど、これは実はね、スメラ、メボト系の、サポートしている UFO 部隊でございまして、やっぱね、太陽の中にやっぱ太陽文明というのがあって、そことのなんかデータ更新をしながら、太陽系全体で、ね、ドッテンタイムいろいろありますね。その星に対していろいろなんかこうサポートとか守護を行っているんですね。で、我々地球人なので、まあ地球人に対してね、じゃあどこでやってる方、皆さんご存知の住めないことっていうのは、現職で言えば日本なんですね。ね、そこを中心に、サポートしていると。だからね、無理してみようと思ったら、どんな風に彼らのそのサポート部隊の UFO、雲のね、ちょっとクラゲみたいな感じの、UFO なんですね。ネオそう、さん生見命たこと体。あるじゃん。ね、ありますよね。そ確かね。う、そうそどうう。いうシチュエーションで見たんでしたっけ？飛んじゃった。これね、見たんですよ。さることながら、多分2005年か2007年ね。実はね、私、ね、あがさんもちょっと話をしていましたが、あなたは私の前に現れるのっていう感じで、なんかもう全てをその人生を見るというか、コントロールしてるって言いますかね、まあ、サポートしてるかなっていうふうなところでございまして、で、それのね、子供版が実は先日ね、先日のだいぶ前、ちょっと前、東広島のジャズリスニングの時に、この主催のね、三村さんが撮っていただいたんですけど、このブルーのスクリーンが出て、で、ここからクラゲのような妖精というか、結局あれがミニチュアタイプなんですよ。はい。だからどうもそのネオさんとそういうクラゲタイプの UFO さんっていうか宇宙人といいますかね、こう関係があって、まあその流れから結局をスミラ伝授させていただいているというかもしれないですね。感じなんですよね。ですからね、皆さんもだんだんとね、スミラ伝授を受けられると、そのクラゲ型の UFO が、ね、こう仲良くなってくるという。空を見ればクラゲなんです。雲。パッと見雲なんだけど、クラゲのような足がヒューヒューヒューとあったね、んだ。生えるんですよ。生えてるんです。で、それとね、そっくりなものは実はね、伊勢神宮で、天皇陛下様たちが儀式されるのに、上になんかこう、三度笠みたいな、そのレプリカのなんかミニチュアみたいなのつけて儀式されるんですよ。どうもね、それが、天皇陛下をサポートされているクラゲ型の UFO、いそれわゆる、表してるんだ。それを表してるんですよ。で、じゃあ誰、ね、それは現職のスミラミコトなので、当然宇宙人のスミラミコトがサポートに入っていると。その乗り物は
クラゲ型、クモ型 UFO ですよ。これすごいお話ですよ。ね、皆さんもね。知りましたか、皆さん。ね、意識してみるといいですね。でね、赤井さんもね、朝トレでいつもね、はい、太陽凝視ってことで、ね、太陽とこうしっかりパイプで繋がって、はい、最初さ、クラゲ UFO さんと同じような感じにやられてます。あなたはどうでしょうね。あれイメージすればいいんですね、これからね。そうそう。クラゲさんをイメージ。クラゲ UFO、ね。そうですね。雲型 UFO。それで今度ね、来月っていうか、今ですね、はい、新月から。まあ、多分ね、本当に今こういう、うん、ね、太陽系次元女子の時期でありますが、まあ、そこのね、サポート、リーダーをやってるのがやっぱり太陽なんで、そこでしっかりつながってね、うん、こうエネルギーをこうしっかりもらってね、うん、ただね、こうどんどんと我々もいい方に進化していく。で、これね、大切なことは、太陽もやっぱり、ね、宇宙全体というか、まあ、太陽系のね、太陽系のその生命の調整もしているんですね。ただ増えればいいよっていうわけでもなく、まあ、適切な数とかエネルギーのこうバランスっていうのがあって、ね、まあ、例えば我々でもこの日常生活して蚊がいっぱいブン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 、肺がブンブン来たら、まあ、駆除しますよね。まあ、それが宇宙スケールでもやっぱ、ね、太陽系スケールでもやっぱ行われるんですね。それ誰がやってるかやっぱ太陽だ。だからやっぱ太陽さんに感謝して、朝取れてしまってますけど、太陽さんに感謝して、太陽凝視ってね、パイプと繋がってね、うん。ということでございます。あとね、食べ物で言ったら、お米、はい。お米が実はね、こう、地球の大地にこう太陽のエネルギーが照らされて、いわゆる国つかみ的なエネルギーで大地からなっているお米。ね、お米っていう、こう、漢字見ますと、はい、光っていう字にもちょっと似てますよね。はい、だからね、ね、そうそう、あれね、太陽の光であり、うん、大地の光でありというね、こうね、うん、そういう、まあ、愛の光でありとね、うん、だからそのあたりね、お米、はい、お米をこう、まあ、感謝していただく。で、ご飯の食べ方って何かポイントございますかね、原田。しっかり噛んで、唾液を出して食べる。そうですね、ただお米がいいからで、ね、どか食い。そして感謝して食べる。丸飲みしてどか食いしてるので、ちょっとね、どんどん体重も増えていきますし、すね、栄養のバランスも良くないですから。そうですね、うん、まあ、そこね、よく言いますよね。噛むと太らないですよ。そうそう。しっかり噛むと、ね、咀嚼って、しっかり唾液を出して、うん、一回こう、ご飯を入れて、もう箸を置いて、30回ぐらい噛むぐらいはね、ことも言われてますよね。ご飯もですけどね、これね、ちょっとプチ知識なんですけど、お菓子で試した人がいててね、本当にお菓子やめられないから、もうとことん噛んで食べてやるって言ってね、はい、食べてた人がいて、痩せた人がいるんですよ。うん、なんかね、変わった人でしたけどね、うん、そういう実験室ね、それ結果が出てるんでね、やっぱ噛むって大事なんですよね。そうそう、唾液出すとお腹が膨れるじゃないですか、唾液で、はいはい、だから食べ過ぎも控えれるんで、はい、うん、だから皆さんしっかり噛んで食べましょう。そしてお箸を置くね、お箸を置いてやらないけど、やらないけど、そういう気持ちでね、気持ちでね、一、うん、回こう噛んだら30回ぐらい噛んでやるとやっぱりね、いいんですね。こうとても健康に見ると、まあ、太陽の恵みもいただいて、大地の恵みもいただいてということでございます。はい、そういうことでね、まあ、食べ物であるとか、うん、こう自然界に、ね、しっかり感謝いたしましょうという、ね、それによってね、皆様のこう幸せがどん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 と上昇、上昇、上昇、で、新潟上がりにぐっと上昇しています。こんな感じで。はい、時にはね、こう下がるんで、上がって、上がって、どんどん上がって、そう、そこは、ね、気をつけてください。上がるばっかりじゃないです。はい、下がる時がある。下がるときをいかに感謝をしてハッピーに過ごすかによって、下がるときラッキーです、ね、そう、下がりがあったときには皆さん喜んでバンザイしてください。下がるときほどバンザイしたらギューッと上がってきますんでね。下がってるときに、本当にね、実験したけどなるよ ね、下がってるときに気分を落としたら余計落ちてきます。ずんどこになってしまいますので、はい、ここからガーッと上がっていきましょう。下がるときほどしっかり感謝してハッピーな、ね、振動数を上げていくことでね、スーッと上がってきますんでね、はい、ね、ということで皆さんもね、こういろいろコメントをいただいてます。ありがとうございます。いってらっしゃい。誰かわかんないけど、ね、こっちからね、わかんないんですよ。はい、はい、いってらっしゃい。はい、そういうことで、ね、本日はそういうことでございました。はい。はい、では、今日も軽く明るく、はい、楽しく穏やかに過ごしていきましょう。はい、では、アイアイワーク、はい、愛と、愛の愛と、愛の愛、愛のラブで、ラブ、はい、アイワークでございます。はい、アイラブワークでございます。アイラブワーク。はい。では、いきますよ。3、はい。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 ではジャンプいきます。はい、3、はい、ジャンプジャンプジャンプ、パラレルジャンプ。今日は太陽の光、太陽の光をね、打ち上げましょう。はい、ドーン。すごいですね、はい、太陽とつながりました。太陽進行ですから、我々はね、ありがとうということとともにやればね、太陽とね、つながりますんでね、
はい、じゃあ本日もね、オペレーションの方、お仕事の方、お出かけの方、いってらっしゃいませ。